本ジニョン。2006年、芸能界デビュー。ドラマや映画に、早くで出演。2007年7月、4人組ガールズグループ、スワンで、歌手デビューするも、所属事務所が倒産したため2ヶ月で解散。9月末、単発バラエティ番組、サイダーのコーナー、アンナの失敗に、ソン・アンナ役で出演。2008年4月から11月、レギュラー化した。 サイダーに同役で出演。2009年6月、シングル、愛のバッテリーでソロ歌手としてデビュー。2010年8月、シングル、私の愛をリリース。2012年4月から7月、ドラマ、光と影に出演。2013年1月、所属事務所をコアコンテンツメディアからキーイーストに移籍。3月、シングル、ブギメンをリリース。 6月、バラエティ番組、ラジオスターにゲスト出演し、気さくなキャラが話題になる。2014年1月、ミュージック、軽エンターテインメントに移籍。3月、テレビ番組、キム・ジ・ユンの甘い19、トロット X、私たち結婚しました、シーズン4に出演。トロット X で審査員チームを組んだコメディアンの言う、セイウンとのコラボ曲、イテウォンバッテリーをリリース。 11月、ファーストミニアルバム、人生ノートをリリース、タイトル曲は、生きるということ。2015年2月、シングル、愛の Wi-Fi をリリース。10月、風文章レギュラー MC 出演。2016年3月、セカンドミニアルバム、歌謡年歌をリリース、タイトル曲は、オムジチョク。6月、テレサテンバージョンで知られる、チン・カオル・ランの、 月助代表が的心をカバー、韓国語の作詞を担当。11月、アパレル EC、本ションをオープン。2017年、バラエティ番組、お姉さんたちのスラムダンクににレギュラー出演し、番組内企画ガールズグループ、ニッツとして間違いないよね。をリリース。作詞作曲した EDM トロット曲、タルルンを。 コメディアンのキム・ヨンチョルバージョンと本人歌唱バージョンでリリース。2018年2月、作詞家のキム・イナに初めて詞を提供されたシングル、さようならをリリース。元シルム・ヨコ横綱でタレントのカン・ホドンの歌手デビュー曲の作詞、作曲を担当する。12月、シングル、ソル発売。2018メロンミュージックアワード、ミュージックスタイルショートロット部門受賞。 2019年3月、世紀一週、ロッツ・オブ・ラブをリリース。同年8月に、当時の所属先であるミュージック、K エンターテインメントとの契約問題を自身の SNS で告白。その後、ミュージック、K エンターテインメントと和解し10月30日に、個人事務所であるイブエンターテインメントを設立し、移籍したことを発表。ありがとうございます。